ネズミの嫁入り。ネズミの父さん考えた」かわいい「可愛い可愛い娘っ子嫁に出すなら世界一強い婿さんとこじゃ」「そこでネズミの父さん母さん話し合った」「世界で一番強いのは誰じゃろう?」 それはやっぱりお日様じゃろう高い高いところから世界を明るく照らしておるネズミの父さん母さんは娘を連れてお日様訪ねた「お日様お日様あなたは世界一強いお方娘を嫁にもらっておくれ」 いやいやそんなに強くない雲が出れば隠れてしまうそこでネズミの父さん母さんは娘を連れて雲さん訪ねた雲さん雲さんあなたは世界一強いお方娘を嫁にもらっておくれいやいやそんなに強くない 風が吹けば飛ばされる。そこでネズミの父さん母さんは娘を連れて風さん訪ねた「風さん風さんあなたは世界一強いお方娘を嫁にもらっておくれ」いい「いやいやそんなに強くないいくら吹いてもびくともしない」 壁の方がもっと強い。そこでネズミの父さん母さんは娘を連れて壁さん尋ねた。壁さん壁さん、あなたは世界一強いよかった。娘を嫁にもらっておくれ。いやいやそんなに強くない。ネズミがかじれば穴が開く。 さて,さてなるほど世界一強いのはネズミであったかこうして娘はネズミの若者と結婚したやがてたくさんの子供もできネズミの家はいつまでもいつまでも栄えたと。